はい、露出系とカラーメーターの、で学ぶ映像制作における、露出と光の、色の、基本と、スタジオ撮影のワンシーンの実践という、セミナーを、やらせていただきます、照明技師の戸田と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、ビデオグラファーの人とか結構多分もう撮影実際にやってる人たち多いと思うんですけれども、すごく基本のとこから、どうしてこれメーターが必要なのかとかっていう部分を、しっかりちょっと話しながら、最後実践をしていくという感じになっていくので、よろしくお願いしますと。自己紹介の方をしていきたいんですけれども、照明技師でですね、まず、2006年にここの学校の、卒業生ですね、で、フリーの、照明アシスタントで、テレビコマーシャルの CM をメインでやってますと。で、2016年から照明技師として今8年目かなぐらいやってて、ここで2021年から学校で非常勤講師やったり、日本映画テレビ照明協会っていう協会があるんですけど、それの理事も去年からやり始めました。で、まあ作品は結構ね、まあいろいろあるんですけど、まあいろいろやってます。はい、早速、始めていきたいと思います。まずはじめに映像制作の、本質についてですね、もうこれは一番大事な、部分なんですけれども、まあ映像制作は、シンプルの要素の集合体でできていると、すなわち、映像制作は、総合芸術である、要素を、一個一個分析していくことが、大事になってきます。で、まあ、映像の要素なんですけれども、まあ、美術、ロケーションですね、まあ、外も、まあ、美術で、まあ、こういうセットもセットっていう部分の全てを、総称して美術で、あとは、まあ、音ですね、この、聴覚の、空気空間を、作ると。で、光は、まあ、視覚の、空気空間を作りますと。で、被写体、人や物や、対象物ですねが、ありまして、それを、演出、その撮るそのストーリーだったりとかメッセージのある、ものを作るのが演出、それを、カメラで、アングルを切るっていう、流れになっております。で、それに対して、光は、空気空間を司る大事な要素ということですね。はい、どういうことかというと、まあ、あの光の要素っていうのが、例えばこの外の場合の、要素がありますと。で、それがまず、太陽の、直射ですね。太陽の直射があり、そして、天空の青のこのベースの光ですね。青のベースの光があり、で、雲の透過、例えばワンパラ、雲が若干入ったりとかした時に、雲を透過して光が、光の質が変わると。で、木などの影ですね。木とかビルとかの、影があり、そして、地面やビルの反射の光があるっていうのが光の外の場合の要素になります。これが実は光を表現する5要素です。直射、透過、反射、色出し、影出し、この5種類しか実はないんで、実はすごくシンプルなんですよね。で、その光を作っていくこの5要素プラス、ライティングには4要素あります。ライティングには4要素あるっていうのは、今の5要素プラス位置、角度、まずじゃあ、キーライトを決めますとなった時は、じゃあキーライトどこから打つのか、それが、どの距離でどの高さでっていうのが、位置ですよね。で、続いて、光質ですね、点光源と面光源、これは、さっき言ったその強いその点の硬い光と柔らかい光、それは、光質ですね。光の質を変えていくっていう感じです。で、それに対して強さ、これは、カメラが、カメラの設定とその実際のライトの明るさの、露出の、バランスをどのように作っていくのか。で、最後に色ですね、これは色はじゃあそれに対してどういう色味で、光を作っていくのかっていう、もうこの、5パターンと4パターンのこの掛け合わせしかないので、すごくシンプルになっておりますと。で、位置とかは、まあ、実際に自分たちでこう動かして、で、光質っていうのも自分たちで、こういうトレペとかを入れて硬くしたり柔らかくしたりとかしますと。で、この強さと色っていうのは、露出と、色温度はメーターで計測することができますと。
で、今日はね、特にちょっとメーターについて、話していきたいんですけど、メーターの重要性、露出計はこれまあ利便性ってよく多分耳にしたことあると思うんですけど、まあ、光を再現することができると。例えばドラマなどで、日をまたいだり時間を経っても、もう一回ね同じ光を作るとかってなった時に、メーターを測っとくと、前回はこういう露出で撮りましたみたいなことができますと。で、まあ、たくさんのセットで同じ光を作る時の、役立つと。でこれは、つい最近僕が、1つのスタジオに4つセットを組んだんですね。その時に4シチュエーションあったんですけど、それがカフェだったり、コンビニだったりとかいろいろあったんですけど、露出をじゃあ今回こういう露出で作りますっていう設定をした時に、メーターを全部入れていくと、あ、これ全部一緒だから、同じでよかったみたいな感じで、再現することができるっていうので、まあ、役に立つと。で、続いてこれはもうプロの数値で会話するか、とにかく話が早い。4倍だから3分の1落としてとか、なんかそういう感じで、いろんなちょっと、数値化で、話をするっていうことが多いので、共通認識で、まあ、一人で全部やる時もあるし、アシスタントの人とかってやった時にそういうふうに、やりやすいという感じですね。であと、LED、 最近はやっぱり LED のライトがすごく主流になってるんですけれども、バイカラーの LED っていうのは、そのケルビンっていって色温度を変えられるライトがあるんですけれども、それが、ケルビンを変えると明るさが変わっちゃうんですよね。例えば、5600から3200って例えばこうあった時に、4500の時に、5600の光量と3200の光量が重なってるんで、4500が一番明るくなったりとか、なんかそういう風にするので、例えばちょっと色味を変えたいってなった時に、変えた時に明るくなっちゃったとか、そういうこともあるので、そこで測ると便利という感じになりますと。で、まあここまではよくね、まあいろんな本とかに書いてあると思うんですけど、まあここはもうこれからはもう僕の持論ですね。照明技師から見る露出の本質はですね、まあライティングは感覚じゃなくて数値化することが大事だと。そのなぜかというとですね、まあ、もちろんその鍛錬すればメーターなしで数値化、することができる。昔はフィルムでやってたんですね。で、モニターがなかったんですよね。モニターがないから、もう数値で完全に測って、ライティングしてたんで、もうその、もう毎回毎回その鍛錬してるうちに、もうライティング見ないで、数値測んないで、あ、もうそれは、こう、これこれこんぐらいの明るさでこうだっていうのはもう 100% 見れる目が作れるようになったりとか、ライティングをするときに、やっぱりその数値化してちゃんと、把握することが、大事だと。で、まあ、感覚だけではプロとは言えないと。それは、光の関係を、熟知して数値化することによって、再現や表現を言語化できる、言動化できるってことが、すごく大事になってますと。で、光には黄金比がある。光質、角度、色、明るさ、バランスが崩れると映像の質が落ちるので、黄金比っていうものが、ありますと。で、偶然の産物は最後の手段であり、ご褒美でしかない。もうこれはちょっとストイックな言い方なんですけれども、まあなんかやっぱりロケとかでたまたま綺麗な絵撮れたりとかっていうのは、やっぱ再現性がないので、まあ本当ね、鍛錬を怠らずに、数値化を、することによって、再現性がやっぱり上がるっていうのはすごく重要な部分じゃないかなというふうに思います。はい。で続いて、カラーメーターの方ですね。でカラーメーターの利便性は、ほとんど大体同じですね。まあ光が再現できて、まあ同じ色味を作ることができると。でプロもやっぱりその、あ、じゃあ何ケルビンだから、じゃあ B1 入れてとか、じゃあちょっと光色温度下げてとかっていうふうに、まあいろいろ言ったりしますと。で、まあ、ここから本質なんですけど、まあ意図してないずれた光は、映像をチープ化させるっていう部分があります。で、環境と、違う色は興ざめします。まあ、ストーリーを撮ってて、なんか人物に当たってる光だけなんか綺麗にしてても、なんか環境が全然違うのに顔だけ違うってなると、なんだこれみたいな感じになったりするんで、まあここの色味を合わせるっていうのはすごく重要ですと。でグリーンの、色味がかかった白米はまずそうに見える。これはもう本当、まあ蛍光灯とかでやっぱりこうご飯の芯とか撮るとやっぱ
緑っぽいご飯ってすごくまずそうに見えたりするんですよね。だからそういう、色の関係性をしっかり知るってことはすごく、重要になってきます。はい。で、意図しない、色味のちぐはぐはダサいと打ってるライトの色味を合わせる。これはですね、1台で打つだけじゃなくて例えば、まあ、距離があるところで何発かこうライトを打ったとかってした時にライトの色味が全部ちぐはぐしてると、まあ、こう歩いてるうちに色がこうふわふわするのが、これが意図してない時はすごくなんか、なんでそんな色味が合ってないのみたいな感じで、ちょっとプロはちょっとそういうのはやんないんで、しっかりちゃんと色を合わせるってことをします。で、LED のライトの表示されている、ケルビンはずれてる。これは、ライト側に書いてある数値と実際測るやつだと、誤差があります。なので、その誤差を埋めるために、カラーメーターが必要なんじゃないかなというふうに思います。ライトによってはやっぱりその、レンタルで借りる機材っていうのは結構劣化してるものが多かったりするんで、実際よりもその同じ数値にしててもずれてるってことがあるので、やっぱそういうところも含めてこうしっかり測るってことは結構重要な部分になってきます。はい。で、まあ、地味で分かりにくいんだけど一番如実に違和感を感じるのは実は色温度だと。なんかこう映像を見ててなんか変だなって思った時って実は色温度がおかしかったりとか、まあとにかく地味なんですよね。なんかただ色測ってるだけなんでなんか地味なんですけど、まあでも如実にこうやっぱり結果に出るんで重要であるという感じですね。で、プロの共通認識ですね。映画とか CM 系の人たちは大体みんなそう思ってるのは、まあ感覚だけじゃなくてやっぱり数値化するってことがまあ大事だよと。はい。これはまあ先ほども言いましたけど。で、まあ光は原理原則に基づいてる。さっき言ったその5要素と4要素がありますと。で、まあ原理原則が分かれば本当簡単であると。で、どのように原理原則を見える化するかというと、まあ、綺麗な光の関係性を引き出すってことですね。で、まあそれは、ライティングには黄金比がある。これはまあ先ほども言いましたけど、被写体の特性、世界観、光の特性、基本のキーですね。で、逆にただ気を照らって原理原則から離れたライティングをすると、チープに見えると。例えば、下手から、こう太陽の光がこう、ロケーションで、ハウススタジオだとします、ここが。で、下手からこう光がこう入ってます。で、手前に人が座ってます。ここに人が座ってます。で、ここでカメラで撮りますってなった時に、なんかやっぱり光が下手からこう来てるんで、そのストーリーを作っていかなきゃいけないんですね、ライティングも。だから、左から光が入ってたのに、右からこう強い光をこう当てると、なんかその、ライティングしてる感がすごく出ちゃって結構格好悪かったりするんですよね。だからそういう時は、光をつなげるように、面でこうライティングをしていくと、その実際にそこに立ってそういう綺麗な光が来てるように見えたりするみたいなのがライティングの、原理原則ですね。それを気を照らって、じゃあなんかかっこいいからなんか逆目打ってみようとか違うライト強く打ってみようとかってやると、まあちょっとチープに見えるっていうことが多いですね。はい。で、まあ、光とカメラの関係性を知っているというのは、カメラは今日進月歩でいろいろ出てますと。で、まあ、ラチチュード、その明るさとか潰れるとか、そういうそのどんぐらい明るくしたら潰れてどんぐらい暗いとっていう関係性を知ることが結構、例えばご自身でカメラ持ってたとしたら、その自分のカメラの関係性をよく知っとくと、あ、こんぐらいだったら全然大丈夫とか、そういうふうにできるっていうので、カメラと光の関係性を知ってるってことが大事になってきますと。で、黄金比を見える化するためにはメーターが必要と。例えば偶然の産物じゃなくて、せっかく作ったやつがどうしてこんなにいいのかっていうのをまず数値で覚えて、光を見て、ちゃんと理由付けをできるようになると、だからこれが黄金比なんだっていうことが分かるようになるっていうのが、見える化ですね。はい。はい。じゃあ、ですね、早速、ケルビンメーターとカラーメーターの、レクチャー、吉田さんの方に、バトンタッチして、ちょっと、解説していただきたいと思います。お願いします。はい。はい、セコニックの吉田です。よろしくお願いします。今、まあ、トディさんがいろいろご説明していただいたように、明るさ、と色ってことですよね。 いわゆる、まあ、ライティングを含めて。で、明るさと色っていうのは一番、まあ、映像を表現する上で直感的に相手に訴えかけられることができるものですね。カラーメーターっていうのがありまして、
まあ、色温度測られたり、まあ、その他ちょっとね今からご説明しますけれど、まず映像の色ですね。まず光って光源がありますよね。光があって、で光源があって、それが被写体に当たる。で被写体の色の反射率っていうのがあります。で赤は、赤い色は赤が反射し、たくさん反射するので赤く見えると。黄色は黄色い要素が反射するので、これも黄色く見えると。でそれを受けるフィルムとかセンサー、これの分光感度っていうのがあるんですね。それによって、まあ、映像に入ってくる色が決まります。でそれを皆さんおそらくその後、まあね、ソフトを使ってカラコレしたりグレーディングしたりして、まあ、またここで色を合わせていくというところになると思うんですけれど、まあ、今日光の方なので、ここですね、光源の色、ここの調整っていうのをこのカラーメーターで行っているというところになります。はい。で今ね、撮影する時の光、まあ外だったらね太陽光がありますけど、あとまあロケとかで、まあ、人工光って書いてありますけど、まあ、電球だったり蛍光灯であったり、まあ、最近はねほとんど LED になってたり、でも水銀灯があったりとか、いろいろな光があります。で撮影するのはね、今までは結構タングステン光だとか、HMI とかありましたけど、まあ今日はねもうだいたい今 LED 化して、いいのがたくさん出てますんで、今日ねアプチャーとかね、みんな光の色とか、ね、あと質が違うんですね。ケルビンケルビンって言ってますけど、これ色温度って言います。色温度っていうのは、光の暖色系と寒色系、まあ、冷たっぽい光、赤っぽい光ですね。なんでそれをケルビンっていう単位で表しているものです。数値が上がるほど青っぽい光になる、で下がるほど、まあ、暖色系の、まあ、赤っぽいというかそういう光になっていくっていうものですね。でこれとプラスですね、現場であんまり言わないんですけど、色温度と色偏差っていうのがあります。で色偏差っていうのは何かっていうと、まあ、プラスグリーンマイナスグリーンのことですね。でちょっとだけお勉強しましょうか。光って、まあ、RGB の三原色ですね、加色、加色原光化とかありますけれど、加色混合ですね、はい、まあ、グリーン、ブルー、レッドですね、 RGB が合わさると、まあ、白色光になりますよというところなんですけれど、まあ、青、この白色、白いところを通って 青からだんだん白くなって、で、まあ、黄色くなって赤っぽくなっていくっていう、この色度座標上のこの線の上を本当は色温度って言うんですね。いろんな光の色がありますから多少ずれたり、ね、する。これが方向的にグリーンマゼンタの方にずれちゃっても、多少ずれてもまあ色温度って呼んでしまおうよって言ってるのが今映像で使っている色温度の話で、で、まあ、ここのねメモリで言うと 0.02 以内だったら一応色温度って言っとこうというのがこの、まあ、色温度の話なんですね。映像で使う色温度で、まあ、今日色温度変えられるこういうね機材ありますけれど、それはだからこの上をうまく通すように色を変えていっている。そうじゃないとね、白い光からただ青だけ増やしていってもそれただの単色の青になっちゃったりするんで、そこのバランスをちゃんと、入れて色温度を変えるようにしてるんですね、はい。でまあ、単純に書くとするとこういうことですよね。よく映像で、映像というかカメラにもついてると思うんですけど、まあ、ブルーアンバー系のねこっちが色温度で、グリーンマゼンタの方、これがまあ色偏差とも言うんですけれど、まあそういうところで、これで光の色っていうのは成り立ってるんですね。映像の色っていうのはね、全体的な、はい。で多分編集ソフトでもホワイトバランスの下に色かぶり補正とかね、そういうの書いてあると思うんですけど、これが いわゆる色温度と色偏差のことになります。なんでここをうまく組み合わせて、映像は作るんですけど、映像にする前の段階ですね、光の段階、ここで調整しておくっていうのが一つ重要になってきます。でまあ、ここもね、同じ露出系とかと同じ話なんですけど、まあ、色温度、そこの色温度と、まあ、カメラとかそこの、設定の色温度を合わせれば、もの本来の色は再現できますよね。合わせておくと、まあ、商品撮影とかね、そういうのでうちの製品の色ちゃんと
出してくれという時はきっちり合わせなきゃいけない。あと表現の時は、まあ、今日も多分いろんなね、あの表現があると思うんですけど、わざと色を変える。でそのためにはここの色温度いくつなのってきちんと測っておかないと、そこが基準となってできませんよね。やってみたけど次の時同じ風にしてよって言われた時に、あの時どうやったんだろうと、それをちゃんとここの色温度測っておけば次の時同じことができるというところですね。まあそういう部分が一つで、もう一つはバランスですよね。このまあこういう、まあ、一つの映像を撮る時にこっちの色温度、こっちのライトの色温度、これがずれてしまってると、まあ同じくしたい場合はね、ずれてしまってると後で直すと大変ですよね。でもしくはこう表現としてこっちの色温度とこっちの色温度を変えて、あの表現をすると、そういう場合もあるので、まあそういうのを測ってきちんと合わせるというところですね。でまあ今の、こういうねライティング機材は色温度調整できたり、まあ、あのマイナスグリーンプラスグリーンも調整できるのはあったりします。あとできないものはフィルター、こういうフィルターを使って色を変えていくというところ。すいません、ありがとうございます、はい、でまあ色温度と色偏差というのがあって、そこで作られているというのを覚えておいていただければと思います。これねカラーメーターです。はい、でまあいろんなモードがあるんですけど、まあテキストモード、ここにしていただくと、まあいろんなね数値がね出てきます。でこう右手に持って向かって親指の方ですね、ここが測定ボタンで、測ってるのはここの、これは高級っぽく見えてるんですけど、一応平板と同じ役割になってます。でここでここの気温だとか、そういうので気温が変わったりすると中の、ね、ノイズとか変わってくるんで、ここの気温、この環境下でここでキャリブレーションしてですね。で基本的にフラッシュ以外で使うときはこの真ん中のねところにこのセレクトレバーを合わせます。はい、でこれでセッティング OK です。これでまあ向かって右のボタンを押すと測ってくれるんですけれど、よくどれぐらいの距離で測ったらいいのっていう、もちろん撮影の時はね被写体のところでね測ったり、それぞれライトを測るんですけど、ライトを測る時に一番そのライトの、性能というかどれぐらいなのか正確に出すには、光景ライト光ってる部分の光景の約10倍の位置、だからこれが10センチだったら1メーターぐらいの距離で測るのが一番いいんですね。はい、本当にきっちりとこれを測りたかったら周り暗い黒いねもので覆ってこの10倍の位置で測ると、その近すぎるとやっぱ出てるところの色の、ね、まだ混じっていない、こっちから出てる、まあ、これがライトパネルだとすると、ここから出てる光とここから出てる光が微妙に違ったりするんで、それがうまく混ざるのがちょうど10倍ぐらいと言われてます。でさっき言ってたようにディフューズとかするしたり、あとね壁の色が結構重要で、壁に反射してきて色温度とか変わっちゃったりするんで、いくら優秀な色温度をちゃんと出してても周りの赤い部屋だったら色変わっちゃいますし、そういうのでちゃんとその位置で被写体の位置で測れるっていうのがねパラメータのいいところです。はい、あとここにさっきの、まあ、色偏差って言ってましたけど、プラスグリーンマイナスグリーンってあるんですけれど、ここ、まあ、今 0.5M って出てます。 0.5 だから ほとんど、ね、無視しちゃっていい値なんですけど、 M って出てるのはマゼンタに補正しなさいよっていう意味なんですね。実際出てるのと逆の方が出ますんで、補正値なんでそこを気をつけてください。はい、これテキストモードでね、まあ、5項目まで表示できるんですけれど、まあ、こういういろんなものを表示できます。で、まあ、CCT っていうのが色温度、基本的にまあ色温度出しますよね。それと、まあ、CC ナンバーにしとくと基本的にはこうフィルターの番号と合っている。 CF っていうのはカメラフィルターのことですね。で、これはライト用フィルターなんで、実際に
こうニュートラルにしたいときに、この番、これこのフィルターを使いなさいよっていう番を出してくれるんで、もうめあのリーとロスコで選べますんで。すごなんで、あの何も知らなくてもこのフィルターがどれだけ分かってれば、それを使えばあの補正できるというモードですね。はい。業界の人は、まあ、もう、色温度 と、CC しか見ないですね。ケルビンは、ケルビンいくつって言ったら、あ、じゃあ5600で、じゃあ CC はって言ったら、あ、まあ 15G ですみたいな感じで、そういう感じで会話をよくしてます。はい、はいはい、ということで、はい、ありがとうございました。